私が暮らしている富山県南砺市の福光の天神町に新しくゲストハウスがオープンすることになりました。このゲストハウス糸では機織りを体験することができます。ということで、今から機織り体験の様子をお届けします。機織り機はこんな感じです。右手と左手、右足と左足、別々に動かさなければなりません。私の一番苦手なやつです。機織りを始めるにあたって一番初めにすることが紙の上に糸を置くことだそうです。織りたい長さに一本一本並べた麻糸をくるくるくると丸めて機織り機にセットします。この見えるかな、 ここに一本一本通していきます。ちょっと気の遠くなるような作業をして、そして糸を折っていくんですね。織り上がった布はこんな感じです。ちょっと拡大してみますね。今日内覧会にいらっしゃった方々が少しずつ折っていったので、ちょっと折り目がバラバラです。私のところはここです。なかなかうまく折り上がったなと思います。ということで、動画視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。では